ラジオ放送や動画の生配信も行われた八甲生誕100年事業キックオフ会見。10時8分にお集まりいただきましてありがとうございます。この10時8分には意味があります。8100年、去る5月の7日に、かねて中堅八甲のご縁で交流を深めていた渋谷区と交流促進協定を結んだところでありますが、それをさらに肉付けをする事業として来年八甲生誕100年事業に向けて頑張っていきたいと思っています。今回のこの事業なんですが、ただ単なるイベント事業にはしたくないと思っています。単なる渋谷と大館の交流事業とするのではなくて、都市と農産村あるいは漁村との交流の一つの模範となるロールモデルを作る事業にしていきたいと。5月に締結された渋谷区と大館市の交流促進協定に盛り込まれた八甲生誕100年事業。実行委員会事務局より、事業の実行委員会は大館市と渋谷区のほか、秋田犬ツーリズムや中堅八甲銅像及び秋田犬群像維持会などで構成されます。八甲生誕100年、通称800プロジェクトは、事業の通称を800プロジェクトとし、ウェブサイトや SNS アカウントの開設、10月からグッズの販売を行うことなどが報告されました。渋谷で活躍中のデザイナー大橋翔さんが手掛けた公式ロゴは、100と8校をシルエットで表現。数字の1の部分は8の特徴である垂れた左耳がモチーフとなっています。大橋さんは青ガエルのラッピングデザインも担当されました。渋谷区と大館市は、会見には渋谷区の長谷部区長もメッセージを寄せました。八甲がこうして紡いでくれた縁をですね、100年経っても、次の100年に向けてですね、さらに強固にしていく、そういった機会になればというふうに願っております。イベントの詳細はまだ決まっていませんが、八が生まれた11月にメインのイベントを実施予定。この秋には PR イベントも予定されています。最終的にはこれからの100年を子どもたちに宣言してもらうというような流れでいきたいというふうに考えています。それに付随するプロジェクトはたくさんありますし、出てくると思います。これからどんどん来年の本番に向けて広いていきますので、単なる100年を祝うだけではなくて、さまざまな経済波及効果がもたらされるような事業もどんどんこれから出てくると思いますし、そういう部分をぜひご期待してほしいなと思います。なお、公式ロゴは申請すれば無料で使用可能で、実行委員会ではイベントの冠や商品パッケージなど広く活用を呼びかけています。